ブン。あれ。ブン。ハロー YouTube。どうも。ハロー YouTube。こうじゃないんだよお前。え？こう、ハロー YouTube。あ、そうか。見てないだろお前。こんなコラボしといて。見てるよ。ブン。ハロー YouTube。どうも。デカキン。あ、そっちからか。はい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 。どうも森有です。どうもデカキンです。イエイイエイイエイ。パッ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 。イエイ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 。はい。こればかりはやりたいことが、これ絶対やりたいことなの、これは、私がここへ来た意味が分かった、やろう、 それはやんなきゃダメだ、そう、やろうやろうやろう、デカキンがまず来た意味がぐらい、なるほどなるほど、確かに、やろうやろう、ちゃんとリンクさせないと、分かりました、思ったんで、リンクは大事です、そうです、なのでちょっとこれを買いました、お、ほら、ドラえもんとドラミちゃん、めっちゃ可愛い、これ何これ、パックです、パックで、ほら、ね、肌痛めたりとかさ、はい、さっき全身ドラえもんになってなので、肌を痛めたんですよね、そうです、で、なんか事前の、まあ、話だと、まあ、私もドラミになるかもしれないっていう話だったんです、うんうん、よかったなと思って痛そうだったからね、俺がね、そう、私結構、ね、産毛とか多いからね、そう、ね、細かい毛多いからね、そうなのよ、だからやんなくてよかったなと思って、ちょっとデカキンと一緒にこうね、めっちゃいいじゃん、美容やろうかなと、うん、美容もできてドラえもんとドラミちゃんになれる、そう、てかだったらピンじゃなくてもなっちゃうけど、いや、そうそうそうあんなにね3時間かかった撮影いらなかったんじゃないかっていう、そっか3時間もかかったか、そう、そう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 、塗りたくったんですよ、じゃあこれやりましょう、やりましょう、これぜひ、じゃあこれ付き合った方がいいんじゃない、付き合った方がいい、違う違う、付き合った方がいい付き合った方がいいんじゃないって言わないって、俺こんなとこでロマンチックなプロポーズしないよ、 YouTube 上でかゆいってなんで会った方がいい、なんで私デカキンときめかなきゃいけないんだろう、違う、付け合った方がいいって言ったの、付け合うね、それこそ共同作業じゃん、カッツもカットしろよ共同作業じゃなく協力、協力しよう、うまくつけれるようにどこ逆にカットしてたなんかびしょって、うわ、すげえ雑に開けたな、うわ、すごいすごい、うわ、なんか怖い、ちょっと見て、これ見て、畳まれてる畳まれてるんだよ、畳まれてるドラえもん、パックしたことないよ、いや、あるけど、なんかこうこんな感じなんだってびっくりします、ちょっと、はい、はい、じゃあ開いてもらって、俺一瞬しかメガネ開けれないから、え、だから、うん、モザイクかけてるみたいな、とりあえず目にこうやって、うん、そんな技術ある、こうやってこうやってこうやって、分かった、そこそこ、そうそうそう、え、やばいやばい、ほら、お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、あ、めっちゃいいじゃん、ドラミちゃんになります、いけます、はい、あ、でってる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 、私、あー、ねー、つけまで違うじゃん、違う違う、こっからこっからこっからちょ、こっからだからちょっと動かないで、マジで、本当に動くから、動くからなんだよ、全部あ、ブサイク、やばい違うよ、つけ方、おでこ、こんなに余るんだって感じおでこ、クソ広いんです、でこが広すぎるわ、いや、でも負けてないよ、いやいや、ちょっと本当に、ちょっと動かないで、もうちょっとだから、ドラえもんめっちゃ切れるじゃん、できた、はい、OK、 え、めっちゃブサイクじゃんえ、めっちゃブサイクじゃない、ドラミ、おでこがありすぎんだよ、なんか、え、こんなブサイクだったっけ、ドラミちゃんって、でも逆に、ブサイクな方が可愛いよブサ可愛いっていう、だからゆるキャラとしてはこっちよりそっちの方がゆるキャラとしてはやっぱいいよ、え、どういう、でも人として付き合うんだったらこっちの方がいい、多分、確かに、ドラミ、これ手につけてもいいんだよね、この残ったやつ、そうです、ヒアルロン酸、潤い成分が入ってて、ビタミンとかコラーゲンも入ってます、これブサイクだね、ドラミになりきりましょうって書いてあります、ドラミになりきりましょうって書いてない、ここか、なりきりましょうって書いてある、なりきってください、うふふふ、ドラミ、なに、お兄ちゃん、おい、ちょっとお腹減ったから、ちょっと待って、僕ドラえもんお腹減ったからちょっと買い物に行ってきてよ、私が行かなきゃいけないの、当たり前だろ、なんで、ドラミ、上下関係？年下が動く、それは社会の決まりだろう、そんな人だったっけ、お兄ちゃん、そうだよ、ドラミ、買い出し行ってこいよ、
これ食べなよ。いらない、お茶が飲みたい。チョコはいらない。これを食べれば、うるさい、いらない。お兄ちゃん、これを食べればいいよ。うるさい、いらない。なりきれたかな。手だるい、その日常、ドラえもんとドラミニョン。カラコン入れててこのブサイクドって結構やばくない？うるせえ。え、でもちゃんとポーズ決め、ポーズ決めてみてください。ポーズ一番かっけえと思うポーズ。ポケットに手入れてるポーズじゃない、やっぱり。ポケット見えない。これかっこいい感じ。これドラえもんの一番かっこいいポーズじゃない？じゃあこれに、私これにするか。ドラミ加工してるから。違う、覆面レスラーにしか見えないもん。女子プロだろお前。どこの女子プロだお前。行ってきなよ。だから俺はここでいいよ。早く。ドラえもんだ。一人だけ騙されたやついる。一人だけ本物と騙されたやついる。いや、私何に見えますか。何に見えますか。ドラえもんは分かるんですけど。なんか女子プロいますよね、含め。え、やっぱクオリティ低いよね、ドラミ。ドラミちゃん、それはドラミに見えないです。え、ドラミに見えない。ドラえもん、女子プロ、女子プロいいよ。やっぱ兄貴には勝てないんだな、きっと。下手するともうつけてなくてもドラえもんに見えるかもしれない。あ、ディスられてる。もう、ディスられてるじゃん。顔笑ってる。キレてんだよ、今。キレてんだよ、今。ってことですね。じゃあ、閉めてください。なんでドラミ俺が締めんだよ、終わりに。ふざけんなよ。またねえでしょ。またじゃあ次ドラミにします、こっち。それはやだよ。バイバイ。そのつけるやつはやだよ。絶対ドラミだよこれ、ほら。ドラえもんつけてみました。